ああ、見事に言った通りに見えるな。あと一人飛びついてきた、誰だ。40番台って言ったらあそこだから、45番誰でしたっけ、マトリックス、うん、あとがレース前方、長良くんか、3番、6番、12番、45番の選手4名が、飛び出している格好、8名の集団は、ばらけています。あ、真鍋さんか。残り3キロ看板を通過する。3、2、1、チェック。するからここは手札も立たないといけないだろうな。で、佐野さんが今先頭引いてるそうです。あれ？どうか。先頭のカメラバイク、今アタック始まってるんで気をつけてくださいね。気をつけないように。スピード落ちる格好で、佐野が前に出て引っ張ってます。イメージ的に平塚が引くと後ろの畑中を待とうというイメージかな。そうだな。だから集団のスピード落ちるんで、それを見上がって佐野が引っ張る格好ですかね。真鍋がついてるだけです。第二関門を通過しております。よく見えますよ、ここからだと。今日は生ってるっぽいな、確かに。中にして8にしてみりゃよくに託しておいていい話だもんな。お店も面倒くさくなったのか名前呼んでるわ。本当はいけないんです。あ、やっぱり佐野さんがガンガンかけてる。でよくがついてて、真鍋さんが遅れ気味だな。あ、でもなんとか追いついた。でもこれきついな。この2人のマッチレースになるな。後ろの2人までね、5秒ぐらいでちょっと間が開いてるね。開いてないんだな。現在のレースシチュエーション、先頭は、12番、てか5人より後が全然来ない。見事なくらいに。あれ違います。はい、西川号上がります。Thank you.
トップグループは、5名になりました。5名になりました。お。